タトラカータトラ T1 タトラ T1 はかつてチェコスロバキアのプラハに存在したタトラ国営会社スミーホフ工場が製造した路面電車車両アメリカ合衆国で開発された高性能路面電車 PCC カーの技術をライセンス契約により導入した車両で後にタトラカーと呼ばれる路面電車車両の最初の形式となった製造当初は T.I. という形式表記であった。第二次世界大戦の終戦後、復興が進むチェコスロバキアの各都市では、路面電車を含む公共交通機関の爆発的な需要の増加が大きな課題となっていた。長年にわたりこれらの都市で使用されていた路面電車車両の多くは、小型の二軸車で大量の乗客を裁くには、輸送量があまりにも不足していた。 そのような事態を迎えた中、プラハに鉄道車両工場を有していたタトラ国営会社スミーホフ工場が戦前から注目していたのはアメリカ合衆国で開発され大きな成功を収めていた高性能路面電車の PCC カーであった。騒音や振動を抑えた弾性車輪や直角カルダン駆動方式、スムーズな加減速を可能とした多段制御など 多数の最新技術を取り入れた PCC カーは1936年から数千両もの大量生産が行われ各地の都市で好評を博していたこの生産においては PCC カーに関する技術を有する TRC 社が各地の企業とライセンス契約を結び技術提供や開発指導を行うという方法を用いておりすでにアメリカやカナダの複数の鉄道車両メーカーが 製造を実施していた。タトラ国営会社も終戦直後から TRC 社との交渉を重ね、1947年に数量や使用地域などの制限を緩めたライセンス契約が成立した。そして、この獲得した技術をもとに開発が行われ、1951年に最初の車両が完成したのが、後にタトラカーと呼ばれることとなるスミーホーフ工場制。 高性能路面電車の第一弾、タトラ T1 である。TRC 社とのライセンス契約によって開発された T1 の台車や主要機器は、PCC カーの技術に基づく構造が採用された。台車は、インサイドフレーム式で、開発元のアメリカにおいて、B、B-3K と呼ばれるものを用いたほか、防振ゴムを間に挟んだ、弾性車輪を使うことで、 走行時の騒音や振動を抑えた。主電動機は、各台車に2機設置され、自在継ぎ手や曲がりばかさ歯車を介して車軸に動力が伝えられた。制御装置は抵抗制御方式で、多数の抵抗機のタップを円形に配置し、回転式の接触機によって、抵抗の増減を行う、加速機とも呼ばれる構造が用いられ、運転士が足踏みペダルによって行う。 速度制御についても自動的に進む段ロッジが切り替えられる間接自動制御が導入された。制動装置には常用の発電ブレーキ、非常用の電磁吸着ブレーキに加え、停車直前に用いる電気式、ドラムブレーキが用いられた。他にも乗降扉やワイパーの稼働も電気式であり、アメリカの PCC カーにおいて戦後の標準仕様であった。 オールエレクトリックとも呼ばれる全電気式の構造が導入された。一方で、車体設計には、インダストリアルデザイナーのフランティシェック・カルダウスが手掛けた、PCC カーとは大きく異なる、変運転台の流線型デザインが採用された。車内の座席配置も多くの都市では、ロングシートが用いられ、後方には座席がなかったほか、一両での運用を前提としていた。 ため製造当初は連結機が搭載されていなかった。ただしオストラバに向けて導入された車両に関しては、仕様が異なり、座席が進行方向を向いたクロスシートだったほか、製造当初から連結機が設置されていた。終電装置もプラハをはじめとする多くの都市がポールだった一方、オストラバ向けの車両は、ひし形パンタグラフが使用されていた。 営業運転時のタトラ T1951 年に2両の試作車が製造され、11月22日からプラハシデンで試験を兼ねた営業運転を開始した。その間に発生した技術上の問題の改善を経て、量産車の製造は翌1952年から始まり、1958年までに287両が作られた。 多くはチェコスロバキア各都市に導入されたが、一部はソビート連邦のロストフなどぬやポーランドのワルシャワ向けに製造された。ただし後者はタトラティー1を介した PCC カーの技術獲得を目的とした発注であり、量産は実施されなかった。輸送量が逼迫していた多くの都市でタトラティー1は輸送量の増加に貢献し、 終電装置の菱型パンタグラフへの交換を、はじめとした、各種改造が行われた上で使用が続いた。だが、当時の修理工場の設備では、最新鋭車両である T1 の維持が困難だった個室では1966年までに重両が、オストラは二乗とされ、もう1両についても、製造元のスミーホフ工場へ返却され、付随車開発のための試験に用いられた。 その後、1970年代以降は、T1 の使用を継続した各地の都市でも、老朽化による廃車が相次ぎ、最初の導入先となったプラハ市電では1983年、コシテ市電からの上渡車両も使用していた、オストラバ市電では1986年までに引退した。最後まで T1 が現役を維持していた都市は、プルゼニーで1987年をもって、 営業運転を終了した。タトラ T1 が導入された年は以下の通りである。2020年現在、タトラ T1 には以下の保存車両が存在する。PCC カーのライセンス事業を展開していた TRC 社は世界各地の企業との契約の際に基本料金1両あたり200ドルの追加料金を課していた。タトラ国営会社が製造していた。 タトラ t 1については287両分に相当する5万ドルが支払われたが改良型のタトラ t 2以降の車両についてはチェコスロバキアが東側諸国の一員となった影響もあり支払いは一切行われていない。コンスタル 13N ありがとうございます。